はい、こんにちは、あまねこです。突然ですが、皆さんはランチタイムをどう過ごされていますか？ご飯も食べてお昼寝？お散歩して気分転換？仕事中にほっと一息つける唯一の時間、お昼休みって最高！今日は私、丸の内 OL あまねこのお昼休みルーティンをお送りしたいと思います。はぁ、疲れた。久々の出社は疲れるな。ちょっとお昼寝したいところなんだけど、あー、このまま寝てしまいそう。だけどまだまだお仕事は終わらないんです。ここで寝ている場合ではない。目覚めよ、あまねこ。シュピン。それじゃお昼ご飯食べに行きますか。アイエス君、少しばかりお利口にしててください。では行ってきます。この白線から足がはみ出したらアウトみたいなの、みんなやった覚えあるよね。今日のお昼ご飯はどれにしようかな。やっぱりラーメン。今日は一風堂にしてみますか。なんか動画ではだいぶ久々なスーツ姿な気がするんですけど、いかがでしょうか。結構新鮮なのでは。まあ在宅が多いからそもそも出社が少ないんですけどね。さらにスーツなんてめったに着ないんで。今日は激レアさんです。フードあった。じゃあ行きますか。卵赤丸一つで。卵赤丸、はい。高さは、あ、固めで。固めで、はい、はい。ちなみに一風堂といえば赤丸と白丸のどちらがお好きですか？昔の職場で白丸は女が食べるものだ、男なら赤丸一択と豪語していた方がいたんですが、そういうものなんでしょうかね。実は私は赤丸しか食べたことがありません。なぜかというと辛みのあるラーメンの方が好きだからですね。今度は白丸も食べてみようかな。ちなみにお昼休みの時間は12時から1時と決まっているわけではないので、少しずらして取ることが多いです。お昼時はランチのお店が混雑しちゃうのでね。でもこの日は少しずらしてお昼休憩を取ったにもかかわらず、なかなか混んでましたね。カウンターの席が空いておらず、4人掛けテーブルに案内されたんですが、少し経つと混雑してきて、知らない男性と相席することになりました。ふと目が合ってしまうとちょっと気まずい。すぐ目線をそらしたんですが、淑女のレディーはにっこり微笑むものなんでしょうかね。でも私がそんなことしたら不審者だと思われる可能性もある。うん、こういう時ってどう対応するのが正解なんでしょうか。どなたか教えてください。喉が渇いたのでコンビニで飲み物買っていきたいと思います。マルチビタミン。あー、ベンチに座りたいところなんだけど、ベンチがびしょ濡れなんですよね。今日は結構雨降ってたからな。あ、この辺のベンチはちょっと乾いてそうだな。よし、ではいただきます。トロピカーナマルチビタミン、ビタミン補給。まあ、うまい。で、前に動画でもお話ししたと思うんですけど、私こうやってスーツを着る機会ってほとんどないんですよね。まあ、在宅ワークがメインということで出社をする機会がそんなに多くないのもそうですし、出社したとしても大体オフィスカジュアルな服装をしているので、こういったスーツでパシッと行くぜみたいなタイミングはなかなかないんですよ。まあ、そういったこともあって久々にスーツを着るタイミングがあったんでね、ここちょっとばかりにカメラを回してるっていう、そんな感じです。まあでもね、たまにスーツを着るとちょっとね、ピシッと背筋が伸びるというか、やるぞっていう気にさせられるからいいよね。で、あとはやっぱりお昼休みの時間って大事だよね。仕事中は本当に仕事のことで頭がいっぱいなんだけど、こうやって一息つけるタイミング、本当に癒し。お昼休みから戻りたくない。
よし、行きますか。さて、本日の駐車料金は、ビーン。料金は1200円。ここから IS500 に乗って移動していきたいと思います。さあ、IS 君、お待たせしました。では、移動しますか。よっこいしょいち。まあ、今回はですね、こんな感じでスーツを着てるということもあって、ここから大事な打ち合わせがあるんですよ。ねえ、緊張してきたな。なんか私こういうの本当にすぐ緊張しちゃうタイプの人間なんで、ちゃんとうまく喋れるかなとか。今日お会いするのはまだ直接お会いしたことはなく、ウェブミーティングしかしたことないので大丈夫かなっていう。最近はリモートワークがメインだったということもありましたし、直接お会いする方ってあんまりいなかったりするんで、今回は対面で打ち合わせがあることもあって結構緊張してます。ちゃんとうまく喋れますように。私の人見知りなところが変に出ないといいな。いや、こういうのはね、何回繰り返しても緊張しちゃいます。前です、右前で、前です。めっちゃ怒られてる。狭いんだよ、出口のコンコースが。しょうがないでしょ。逆ギレをしていく。よいしょ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 。お、路中の車がいっぱいいるせいで左からの車の流れがよく見えません。路中あるある。私緊張するとすごい無言になっちゃうんですけど、無言になったら無言になったでより一層緊張しちゃうんですよね。それって本当に良くないと思うので、こうやってカメラを通して視聴者の皆さんに話を聞いてもらうのがちょうどいいと思うんですよ。ごめんね、バスが入れてくれた、ありがとうございます。優しい、バスさん、ありがとう。感謝のハザード。まあ、あとは在宅じゃなくてこうやって外に出る時であっても大体電車で移動してるんで、あんまり車で移動することって正直ないんですけど、まあ、なんだかんだこうやって車の中で電車とは違うプライベート空間を作ることができるのって結構精神衛生上いいと思うんですよね。なんかこうね、次の打ち合わせまで、はあ、時々緊張しちゃうって言って電車を乗り間違えるよりかは、こうやって自分が普段運転してる愛車に乗ってちょっと気持ちを落ち着かせるというか、プライベート空間っていうのがやっぱりいいんだよね。これは車持ちあるあるだと思ってます。まあもちろんね、車で運転するとしたら逆に渋滞の可能性があるんで、時間にゆとりがある時じゃないと本当車での移動ってあんまりしたくないところもあるんですけどね。まさか渋滞で遅刻するなんて許されるわけがないのでね。まあ、そういうことを考えたら遅刻のリスクという点では電車のが圧倒的にいいんですけど、まあ、今日はちょっと時間にゆとりがあるということもそうですし、自分にとってベストなコンディションで打ち合わせに向かうためにも今日は IS 君についてきてもらうことにしました。今日は引っ張り出してごめんね。そんな高速道路をバンバン走るよとかそんな感じでもないのに本当に足にしてしまって申し訳ないなとは思うんだけど、でもね、私にとっては心の拠り所というか、やっぱり車っていいもんなんですよね。はあ、頑張るか。よし、よし、体を動かして気を紛らわす。よし、行きましょう。はあ、頑張れ私。頑張れよ私、頑張れよ私、負けるな。よし、気合い入れてやるぞ。働かざる者、車に乗るべからず。今日も勤労に感謝。本当でも東京都内はビルが多すぎてビルの名前を覚えるのは大変なんだよな。初めて行くビルなんてもうどれですか、本当にこれですかってすごい心配になるレベル。よし、あそこだね。駐車場入りまーす。おー、あ、OK です。はい、こちらですね。初めて行く駐車場はちょっと進入が大変だ。駐車でよろしいですか。はい、大丈夫です。駐車券でございます。奥の P の1番でお願いします。はい、
なるほど、機械式駐車場に吸い込まれていくと。了解です。ではIS くん、しばしお別れです。はい、よし、到着です。よし、さあこれでいきますか。午後もお仕事頑張りましょう。視聴者の皆さんもお仕事ファイトです。